県道起点チャウス山。愛知県の最高峰付近を通る道路。このチャウス山高原は、天竜奥区三河国定公園の一部であり、チャウス山高原スキー場、天空の花回廊芝桜の丘などがある。県道終点の下楽町、道の駅アグリステーションの蔵のすぐ東側。ここから8%ないし9%の上り急行バイク間が続く。名古屋、豊田方面から、 チャウス山方向へ行く主要な道路の一つである。チャウス山高原道路は、愛知県道507号チャウス山高原下た線の一般有料道路として整備され、愛知県道路公社が管理していた、愛知県北シタラ郡と米村を起点とし、シタラ町を終点とする全線外面通行、延長 14.2km の道路である。愛知県の最高峰である、チャウス山の南側山腹にある、 高原地帯に道路が走る。天竜王組川国定公園内の高原地帯を通り抜けて茶臼山高原へ行くための観光有料道路で親しまれていたが2008年4月13日に無料開放されて愛知県道507号茶臼山高原したら線の一般道路として供用された。無料開放後も チャウス山高原道路の名称は愛称として引き続き使われている。ここに記載しているものは無料開放される直前の通行料金であり、現在は料金収受業務を行っていない。料金は走行区間によって異なっており、また ETC には対応していなかった。無料開放直前、普通車の通行料金は愛知県内の有料道路の中では、 最も高かった。高い通行料金を軽減してきた人たちが利用するようになり、交通量は従来よりかなり増えている。付近に高速道路はなく、新東名高速道路の浜松稲佐ジャンクションから3、沿岸新自動車道を経て、国道151号を北上した愛知、長野県境に近い愛知側に位置する。チャウス山の南側や西側に面した標高が低い。 ところでは木々に囲まれながらも明るく開放感がある。付近には継ぐ高原牧場があり、牧場から終盤の3キロメートルほどは視界が広がり、奥三河の高原地帯の山並みと日本的な農村風景が広がる。高原地帯のため春から秋まで沿道に色々な花を見ることができるほか、秋は紅葉が美しいところでも知られる。茶臼山高原には、 ホテルや美術館、牧場などの観光施設が揃う。ありがとうございます。